よかった。もう一生目を覚まさないんじゃないかと思っちゃったよ。だってもう10ヶ月以上も高熱を出したまま寝込んでたんだよ。事故に巻き込まれてしまったらしいんだ。それは
きな事故だったと思う。僕は見たんだ。雨が止んだあの日の僕がやりたいと動けるようになって入っていった山の中に、君を囲むようにして倒れている大勢の兵士たちの死体を、かすかな息しかしていない血だらけの君を見たとき、僕は絶望して一瞬何も考えられなくなっちゃったんだ。こんな世界に一人で残されたら僕はだけど今まで頑張ってきてよかった。だって君がここをしてまた目を覚ましてくれたんだもん。さあもう休んで。これ以上は今日は無理しない方がいいと思うよ。早く元気になってね。無理はしない方がいいよ。まだ本調子じゃないみたいだもん。それと君に一つだけ大事なお願いが。これは重要なことだから絶対に忘れないでほしいんだ。君はこの世界でよくしてしまっていて、この世界の常識にはまだ慣れてないでしょ。だから安心して君を家の外に送り出せるようになるまで、勝手に家の柵の外には出ないでほしい。しばらくはほらちゃんとリハビリをしなくちゃいい。絶対に勝手に外に出ちゃダメだから。二人だけの約束だよ。